演習場とは、主に陸軍が行う、軍事訓練を行うために設置された広大な敷地のことである。本州に所在する演習場内射撃場の一例。中央の四角い構造物は、鉄鋼弾ドーム、赤茶けた色の構造物は、邸弾、包み、土盛りは玉を受け止める、バックストップ、公表の樹木がない地域は、 弾着地であるとのこと陸上自衛隊における演習場は主に民家等が少ない山間部に設けられることが多く、小銃射撃や対戦車ミサイル、迫撃砲、榴弾砲等の射撃も行われる。広大な敷地を持つ演習場は主に北海道に集中している。比較的小規模の演習場は、分隊、反小隊、中隊規模の訓練を行うことが多く、 実弾射撃はほとんど行われない。演習場内には、各要所ごとに、名前が付けられており、主に周辺地域の名称をもとにした〇〇の台や、標高をもとにした高地と呼ばれる区域がある。演習場内には、商社や、宿営地と呼ばれる宿営場所があり、このうち商社に関してはコンクリートもしくは木材による、施設が建設されており、内部は、 ベッドマットレス等の寝具の他には、トイレや風呂場、炊事場所等が設けられている。一般的な宿営地に関しては、広場程度のものであり、条件の良い宿営地は、トイレや水場等の施設がある場合もある。小火器等を用いて戦闘する戦場の環境に、できるだけ近づけた施設であり、幅300メートル奥行き600メートルほどの敷地内には、 態度と呼ばれる隊員が隠れるための森土の他に、ホップアップ敵を設置する土台やバックストップと呼ばれる、小銃弾等を受け止める十数メーターの高さを持つ森土などが設けられている。戦闘車場の後方には、弾着地が設けられており、迫撃砲の着弾元凶を示すこともある。小隊規模での戦闘訓練や、狙撃訓練、無反動砲等の縮み遮断射撃等にも、 使用されている。一部の演習場には、実弾化戦闘訓練場を併設している場所もある。主に対戦車誘導弾、無反動砲、榴弾砲等の射撃に用いられており、発射機が固定しやすいようあらかじめ陣地の構築や、後方爆風の障害がないよう障害物除去と、極力地面が平らな場所に選定されており、無反動砲や対戦車誘導弾の射場は、 段着地が目視で確認できる位置に設けられていることが多い。特化部隊に関しては、縮み射断の射撃が容易にできるよう、トレーナー射場と呼ばれる射場が、通常の射場とは別に設けられている、演習場もあり、また、射場周囲は、射撃時に人員や車両の侵入ができないよう封鎖するポイントが数箇所、設けられている。また、 北海道大演習場、島松地区戦車専用車場当選車が、主に使用する車場には、あらかじめ高さ30メートル奥行き20メートルほどの、大きさのコンクリート建造物でできた、鉄鋼弾ドームと呼ばれる、標的施設たるバックストップが設けられており、戦車の実弾射撃に使用される。主に普通化の迫撃砲、 対戦車部隊のミサイル、特化部隊東方ハサマや誘導弾の射撃訓練、等の実弾射撃の標的地として使用されており、周囲は防火帯を設けて火災防止の処置がされた草木が生えていない場所を主に選定して使用している。弾着地にはバックストップと呼ばれる超弾防止の施設や十数メートルほどの高さの態度が設けられている。 移動標的は主に断着地に設けられている標的施設であり、モーター駆動やエンジン駆動による射撃目標が移動している状況を言及する施設である。対戦車ミサイルはベニア板やネット等に戦車標的を設置して左右100メートル程度に動くようにセットしており、戦車の射撃用に設けた移動標的の中には不要決定した戦車等を 外部からのリモコン操作で駆動するようにした例もある。主に小銃射撃等で使用しており、25.50100.200300メートルの距離に応じた射座が設けられており、長弾防止の観点から、山奥等の演習場、訓練場に隣接する形で設けられている。小銃だけでなく、機関銃や、拳銃の射撃訓練にも使用されており、 師団司令部等近辺の射撃場は、現在自動採点装置等を使用する、近代的な射撃場になっている例が多い。自動採点装置が設置されていない射撃場では、官的号と呼ばれる号に勤務員が入り、的を操作し採点している例がある。本州など、敷地や周囲が住宅街等射撃場運営に制限がある地域では、 コンクリート建造物を設けてその中に屋内射撃場を設けている例があり、特に東京都内等の都市部では演習場まで移動に反日を要する例があるため、小銃実弾射撃場を屋内施設として設置している。陸上自衛隊の演習場に関する詳細は、陸上自衛隊の演習場一覧を参照。ありがとうございます。